ファウヌスの銅像ファウヌスは古代イタリアの神格、ギリシア神話のパーンに相当する。ローマ神話の濃厚神、ルベルクスとも同一視される。中世以降はパーンやサチュロスのイメージと混同され、財宝の守護者ともムマとも言われた。ファウヌスの女性型がファウナである。ファウナはまた、ローマで女人だけの祀る不思議な女神、ボナデアの名前とされた。 彼自身を象徴する彼の持ち物は、狼の毛皮、花や草で作った冠、主廃である。家畜と、伝野や森を守る神である。このほ他、多山もつかさどる。名は、いるものを意味する。これは予言の力があるからともいい、また森の中で不意に不思議な音のするのはこの神の、仕業であるともいう。伝説ではファウヌスは、ラティウムの子王とされ、 古代イタリアの農業神ピークスの息子だったと言われる。ローマ人に信託を与え、ローマとエトルリアの戦争の際には、ローマ人たちへ、ローマ側が有利であることを伝え、勝利に導いたとされる。ファウヌスは、ローマの古くから、ある彩色、ルペルカーリアと結びついている。この行事は2月15日に行われ、腰にわずかにヤギの皮の帯をつけただけの裸体の、 真珠青年たちが走って村を一回りするもので走りながらヤギの皮の紐で女を撃つ。フレイザーも言うように古代では女の不毛、または多産土地のそれとは密接な関連にある。ありがとうございます。